はい、こんにちは。今回なんですけれども、バージョン64のアップデートがやってきたんで、こちらのね紹介をしていこうかなと思います。こちらのアップデートはね、アプリの更新が必須のアップデートとなっているんで、 Google Play Store か Apple Store からアプリをねアップデートしてください。それで今回のアップデートなんですけれども、まあ、簡単に言うと、てかもう結論を言うとね、絶対にやった方がいいというレベルで便利な機能がやってまいりました。それを紹介していくんですけれども、まあ今回はもうこれだけでいいんじゃない。もうピクミン図鑑にカテゴリーのねショートカットを追加して、目的の箇所に移動しやすくしましたとあるんですけれども、これはねもう見てもらったら一発でわかりますね。図鑑周りのアップデートが入ったというか、その自分が何のピクミンを持っていて何のピクミンを持っていないのかっていうのがね一発でわかるようになったんですよ。これがね非常にありがたいんですよね。まあ、どこからでも、まあ最近はもうどこからでも飛べるようになってるんですけれども、デコピクミンバッジ、これちらタップしますと、今まではなかったね、ちょっと待って、画角がこの辺か、今まではなかったこのカテゴリー欄というね、違うわ、カテゴリー一覧だ、カテゴリー一覧というね新しい項目が今回のアップデートから追加されております。こちらを押していくとね、ほらデコのカテゴリーがこんな風にね現れるわけで、まあ、今後はねその自分が持っているデコピクミンを探すのにね、自分がお目当てのデコピクミンを探すのに、こうやってスライド、こうやってやる必要がもうなくなりました。あのピクミンどこにいるかなみたいな感じで、こうやって探す必要はねもうなくなりました。これからはね、自分のそのお目当てのデコピクミン探すときは、このカテゴリー一覧をタップして、ここに出てくるアイコン、その自分が探しているデコピクミンのアイコンを押すだけで OK です。じゃあ今回砂浜のアイコンをね、こちらちょっと押していこうかなと思うんですけれども、ほら一発で砂浜ピクミン飛んでくれました。すごいな、これめちゃくちゃ便利じゃないですか。ちなみにですけど、このチェックマークは何なのかと言いますと、これはねその全てのピクミンをコンプリートしてますよって意味のチェックマークですね。実装されてるピクミンを全て揃えていたら、この子にチェックマークがつきます。僕の場合だったら、まだピザのデコピクミンをねコンプリートしてないから、ここにまだチェックマークがついてないって、まあそういった形になってますね。で、上がで普通のデコです。で、下がねスペシャルカテゴリーといって、まあこれはスペシャルカテゴリーっていうのは、いわゆる限定系のピクミンがここにいっぱいいるわけでして、まあ、マリオの帽子はちょっと特殊だけれども、旧正月の飾りとか、チェスコマとか、フィンガーボードとかね、まあ、この辺はもう完全に限定系のピクミンなんで、まあ、こういったね、ピクミンはね、こんな風に下に振り分けられております。ただですけど、この図鑑ってその、完璧というか、その全てのピクミンが乗っかってるわけじゃないんですよ、実は。まあ、顕著な例を出すとね、この道端カテゴリーなんですけれども、道端のシールピクミンね、こんな感じでいるんですけれども、ウィンターシールデコピクミンがここのカテゴリーにいないんですよね。あとはそのなんだっけ、飲食ですね、飲食ピクミン、レストランのシェフピクミンなんですけれども、いわゆるレアシェフと呼ばれる赤黄色青の色違いのピクミンみたいのがいるんですけれども、そのピクミンも乗ってないから、だからまあいずれですけど、まあ図鑑にそういったピクミンも乗っけてくれれば、まあ個人的には、まあ嬉しいかなと思ってますね。それで今回の話はね、まだこれで終わりではなくて、ピクミンブルームをね、やっていてね、その、どの苗を拾おうかってね、皆さんよく考えると思うんですけれども、まあそこで一番よく考えられていると思われるのが、このピクミンの苗持ってたっけなって、まあそういうことを考える方が多いんじゃないかなと思います。例えば、あ、映画ピクミンだ、でもこの映画の何、紫とか持ってたっけ、持ってなかったっけみたいな形で、その結構悩んだりする人とかもいると思うんですけれども、いちいち自分が所持しているピクミンをその図鑑を遡って探しに行かなくても済むようになりました。まあどういうことかってちょっと説明していきます。お使い一覧、今こんな風にまあ開いてはいるんですけれども、ここのお使い一覧に出ているこの後ろの背景ですね。まあ、ハンバーガーとか電車とか、水辺とかね。まあ、こんな感じで、後ろに背景に、いろいろまあ、アイコンが出てると思うんですけれども、このアイコンの色が変わってるのを気づきましたでしょうか？このアイコンね、色が変わってるんですよ。今回のアップデートから。なんでこの色になってるのかと言いますと、自分がすでにデコ化したピクミンに関しては、この苗とかの背景ですね、苗やピクミンの背景のこのアイコンの色が黄色に変わります。
だからこんな感じで今おつかい見てるんですけれども、この背景が黄色い苗はもうすでにデコ化したピクミンを持っていますよっていうね、まあ、そういったね合図というかそういったね目印になってるんですよ。だから同じ種類のピクミンを何匹も拾いたくない方だったら、この背景が黄色になっている苗はもう拾わなくてもいいんじゃないかなと個人的に思ってます。ピクミンをデコ化した場合、ここの後ろの背景が黄色になるんですけれども、じゃあデコ化していないピクミンどうなるのかと言いますと、ちょっと探していきますか。多分いると思うわ。あ、早速出てきた。ほら、この岩ピクミンタップしますと、ほら、背景がね、白でしょ。白というかこのアイコンの色が全然違うじゃないですか。白っぽい色になってるというか、この道端も持ってるから黄色なんですよ。このピザピクミンはまだデコ化していないからこの色なんですよ。白というか、まあ、グレーみたいな色になってるんですけれども、まあ、こんな感じでまだデコ化していないピクミンに関しては背景ですね、この背景のアイコンの色が灰色に変わります。まあ、こうやって並べると一目瞭然ですよね。まだデコ化していないピクミンはこの岩ピクミンということになりますね。ただこの岩ピクミンをデコ化したらここのね色が黄色に変わります。だからこれからはね、そのかぶりの苗を拾いたくない場合、まあ、新規の苗だけを拾いたい場合だったら、苗の背景がこの灰色になっている苗、これをねどんどん拾っていけばいいんじゃないかなと個人的に思います。こういうね細かいその仕様変更もねありがたいですよね。かなりゲームとして遊びやすくなったんじゃないかなと思います。今回の話はこれで以上となります。まあその他にもね細かい調整など入ったんですけれども、まあ、今回はまあこの情報が一番大事だから、まあこれだけで十分かなと思います。あとは細かな改善などを行ったなどありますが、もう これらはねまあ後で分かってくることなんじゃないかなと思います。それじゃありがとうございました。